シンデレラは2015年3月13日公開のディズニーによる実写映画である。原作はシャルルペローの童話シンデレラ。同作は1950年の同盟映画の実写化である。短編アニメーション映画アナと雪の女王エルサのサプライズが同時上映。遠い昔、ある裕福な家に一人の女の赤ちゃんが生まれた。エラと名付けられたその赤ちゃんは 両親の愛情を一心に受けて美しく聡明で、優しい娘に成長する。しかし病により母親が亡くなった後、エラの将来を案じた父親は二度目の結婚相手として、トレメイン夫人と、その連れ子であるアナスタシアとドリゼラを迎え入れる。新しい家族ができたことに喜ぶエラだったが、今度は父親が旅先で病によって亡くなってしまった。すると、 ママ母は本性を表し、美しい義理の娘のエラには辛く当たり、自分に似て、心の醜い意地悪な二人の娘だけを、可愛がるようになった。そしてママ母や義士たちが財産を浪費し、長らく家に仕えていた、使用人たちも次々に辞めさせてしまったため、芝叩く間に屋敷は、落ちぶれてしまった。エラも、別室会として扱われるようになり、朝から晩まで、洗濯や掃除、 雑巾がけ、皿洗い、食事の支度など、みんな押し付けられ、屋敷の屋根裏部屋に住むようになった。しかし彼女は亡き母から繰り返し教えられた。いつかは希望の虹が見えてくる。いつかは夢が叶うという言葉を信じて、希望を失わなかった。そんな彼女の味方は、ネズミや小鳥たちだった。冬になると、屋根裏部屋は、とても寒くなり、エラは、暖炉のそばで寝ていた。 目覚めると、エラは灰まみれになっていた。わがままな上に、いじっぱりでいじわるな三人は、エラが灰で汚れた姿を見て、エラをシンデレラと呼んで笑い者にした。そんな仕打ちにとうとう耐えられなくなったエラは、泣きながら、馬に乗って、屋敷を飛び出してしまう。そして森の中をさまよい回っていると、一人の若者が、声をかけてくる。キットというその若者は、実は、 従者と鹿狩りに来ていた王子だったのだが、エラには身分を隠し状付きの漁師だと名乗る。鹿がかわいそうだから狩りを止めるよう訴えるエラを慰めているうちに二人はお互いに惹かれ合っていき、キットは城に戻っても、なお彼女が忘れられなくなる。その後病床につく国王から早く結婚相手を探すようせかされたキットは、エラを探すために身分問わず、 国中の若い娘たちを招待した盛大な舞踏会を催した。エラたちの屋敷にも招待状が届き、義理の姉たちは大はしゃぎしながらおめかしをする。ママ母はエラに、もしすべての仕事を済ませ、舞踏会に来ていくにふさわしいドレスを用意できたら、行ってもいいという。エラは三人が仕事をわざと多く押し付けるので時間がなくなってしまう中、 ネズミたちと協力して泣き母のドレスを仕立て直す。しかし、舞踏会に行かせまいとする、ママ母たちの悪だくみによって、使用人が、舞踏会なんてとんでもない、そんな古臭い上に、ボロボロの格好で出かけるなんてもってのほかと散々に、笑われドレスを破かれてしまう。エラは悲しみに暮れ両親との思い出の場所である、温室で泣いていたところ、彼女を励ますように老婆が現れた。 飲み物を所望する老婆に、エラがミルクを持ってくると、老婆の姿が光に包まれ、一人の妖精が現れた。老婆の正体は、亡くなったエラの実の母がよく話していた、フェアリーゴンとマザーだった。妖精が魔法の呪文、ビビディバビディブーンを唱えて杖を振ると、芝叩く間に、カボチャが馬車に、ネズミたちが白馬に、トカゲとガチョウは立派な獣者と魚車に変わっていった。 破かれたドレスは美しく輝くドレスに変わり、最後にエラは妖精の出したガラスの靴を履いた。十二時になったら魔法は解けるという注意を聞いた上で、彼女はカボチャの馬車に乗って王子のいる城に向かった。城に到着すると王子の格好をしたキットに出迎えられ驚く。エラだったが二人で踊りながら城の庭を回っているうちに互いの思いは変わっていないと再確認する。 しかし、キットが結婚を申し込もうとした途端、それを遮るように十二時の鐘の音が鳴り響き、エラは急いで城を飛び出した。キットも後を追いかけるが間に合わず、階段には靴が片方だけ残された。一方魔法が溶けてしまったエラにもガラスの靴だけが残り、エラは思い出の身にと大切にしまい込んだ。その翌日、国王の病状が悪化し、傍らに呼ばれたキットに、 愛する人と結ばれなさいと言い残して、息を引き取った。キットは再びエラを探すために、ガラスの靴を国中の娘に試させ、その靴にぴったりと合う、足の持ち主を日に迎えるとお触れを出した。しかし対抗だけは、この提案に難色を示す。実はキットには時同じくして隣国から、政略結婚の話が持ち上がっており、国の利益のためにもそちらを優先すべきだと考えて、 いたのだった。その頃屋敷では隠し持っていたガラスの靴をママ母が見つけ出し、エラの目の前で叩き壊してしまった。ママ母はショックで呆然とする彼女を屋根裏部屋に閉じ込めると靴のかけらを太鼓の元に持参し、自分の二人の娘に高貴な身分の夫を選ぶことを条件に手を組んで、エラとキットを引き裂こうと企む。ガラスの靴一方、キットは 城の兵士に変装して、エラを探し回るが、太鼓の根回しで一向に見つかる気配はない。なんとか彼女の屋敷にたどり着くが、ドリゼラとアナスタシアには、靴が合わず、諦めて帰ろうとした矢先、かすかに聞こえてきた歌声に気づいたキットは、太鼓の静止を振り切って、大急ぎで引き返し、屋根裏部屋にいたエラをようやく見つけ出す。エラは、私は、高貴な身分でもないし、 財産も何もありません。それでも私を選んでくれますかと問いかけると、きっとは、騎女がたとえどこの誰であろうと、騎女という人を愛したことには変わらないと答えながら、靴を差し出す。エラがそれに応えるように足を入れると、ぴったりと一致した。城に向かう途中、騎士たちは今までの維持役と比例を浴び、これ以上、彼女たちを責めても無意味なことを知るエラは、それを許した。 後日、ママ母たちと彼女たちに共謀して、キットの邪魔をした悪事が露見した大公は、それぞれ国から姿を消した。追放されたのか、自ら去ったのかは明らかでない。キットとエラは盛大な結婚式を挙げて新たな国王と王妃となり、一層王国の発展に尽くした。フェアリーゴンとマザーの、こうして、キットとエラは結ばれました。エラのフェアリーゴンとマザーとして、 胸を張って言いますが、二人は公平で優しい立派な君主となったのです。エラは世界をこんな風になったら素敵だなという願いを込めて見続けました。大切なのは勇気と優しさを信じること。そして時にはほんの少しの魔法も、のナレーションで物語は幕を閉じる。音楽は監督であるケネス・ブラナーとのコンビで有名なパトリック・ドイルが作曲した。 彼は、ピクサー映画、メリダと恐ろしの森でも作曲を担当している。ロンドン交響楽団により、エアー・リンドハースト・スタジオで録音された。日本版には吹き替えを担当した、高畑みつき、白田優による、夢はひそかにが収録されている。本作は2015年3月13日に、北米3845巻で公開され、2300万ドルを稼ぎ出した。 公開初週末には6,790万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場1位となった。この数字はディズニーが配給した PG 指定の 2D 映画としては過去最高の記録である。また、ケネス・ブラナーが監督した映画としても過去最高のオープニングであった。日本では2015年4月25日に、 東方シネマズ日劇他二十一スクリーンで公開され、動員四十一万九千七百九十六人、公衆5億千六百十万八千八百円を記録し、週末興行収入ランキング初登場一位となった。その後五週連続で首位をキープし、八週連続ベストテン入りを果たした。六月六日七日の全国映画動員ランキングでは、公開七週目で、 累計動員415万人、累計講習52億円を記録。映画監督のジョン・ウォーターズが2015年の映画ベスト10で本作を第2位に上げている。タレントのテリー・イはこんなにドキドキするとは思わなかった。ワンシーン、ワンシーン、食い入るように見た。ディズニーランドに20回ぐらい行った気分と本作を高く評価した。ありがとうございます。